皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日は質問いただきました。パラディドルで質問なのですが、スネアでは大体できているのですが、いざタムとかを入れたりすると音の違いに戸惑ったり、手の移動が難しくなかなか染み付いてこないのですが、パラディドルのタム移動などのコツはありますでしょうか、ということなんですが、パラディドルっていうのが右左右左左シングルストロークとダブルストロークが融合されたパターンをパラディドルって言ったりするんですけど、叩いてみるとこんなパターンですよね。例えば、これのアクセント部分をタムに移動したりとか、こうなんか別の場所で叩いたりとか、普通にスネアで叩くのとは音の違いがあるので、それでね、戸惑ってこうやりにくいっていうことは、あるかなと思うんですが、一番大事なことが、口でパターンを歌うっていうことなので、なので、パラディドルのアクセント部分をこうタムに移動するときはドタ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 っていう音をイメージして、でそのままドパドドパドパパドパドドパドパパっていうイメージ、まずは口で歌って、音のイメージを持つっていうことが大事になってくると思います。タム移動のコツとしては、これね、最も大事なのがこの2発目のアップストロークなんですよ。こう、タヌキチ、タヌキチのヌーで上がるっていうのがめっちゃ大事なんですね。こう、タヌキチ、タヌキチ。パラディドルアクセント叩いて、で、2発目でこう上がって、上がりながらダブルを叩いて、で、突き落とす。タヌキチ、タヌキチで、このヌーで上がると、大事になってくるのかなと思いますかね。だからまずは音をドパッドドパッドパッパッドパッドドパッドパッパッ口で歌えるようにして、で慣れたら2発目のタヌキチタヌキチのアップストロークを意識するっていうのが、こうタムにね、こう移動する時のコツかなと思いますかね。でもう一つの移動のパターンとしては、右手だけ移動するという感じ、こう右右左右左左のこの右手の部分だけ、他の場所にね、これもしっかりと一番最初に音のイメージ、ドッタドッドパッドッパッパッドッパッドッドパッドッパッパッという音のイメージをまず持ちながら、こうそのイメージに慣れたら、片手だけでまずはね、やってるようなイメージかな、こう。片手だけでやってるイメージに左手が間に挟まってる感じ。っていうイメージでいけると、なんかリズムパターンでフィルとかに使うときでも、右手と左手が別々に動いてるような感覚をこの練習でつかめれるといいかなと思いますかね。動きになりたいね、左手もこう慣れたら、なんかね、パラディドルのこのリズム、こう
じのリズムパターンとしても使用できるので、まあ、パレンテルを普段やってて、でタムに移動した時にどうしてもやりにくいなっていう時はタムに移動したバージョンの音をできるだけイメージして、で口で歌えるようにすると。で慣れたらアップストロークを意識したりとか、右手と左手が別々に動いてる感覚をつかむっていうのが大事になってくると思うので、ぜひねチャレンジをしてもらいたいなと思います。こんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。